と予選突破できるように頑張ってました。と硬くならないようにと攻めたり守ったりして頑張りました。と大阪に勝てたところとかミスをしてしまったけど粘って勝てたところです。とすごく嬉しかったです。と目標は全国1位だったり鳥取県1位になることです。まあ一応なりたいです。相手をいっぱい取って勝つところが楽しいです。この子はもう10年か30年ぐらいの逸材です。もうされ始めたというかもう5歳で続けたことがやっぱり非常に良かったと思います。特に嗅覚がすごいでね、ちょっと油断したら石取られちゃいます。もうすぐ考えですわ。今後続けて、私師匠ですけど、今後教えてくれることで頭下げて。参ったな。さすが。参りました。そうです。